映画公開記念仮面ライダーゼロワン激アツ座談会。仮面ライダーゼロワン秘伝アルタ役高橋文也です。仮面ライダーバルカン不破勇役岡田龍太郎です。キズ役鶴島ノアです。仮面ライダーバルキリー刃岩役井桁弘恵です。それでは早速皆さんに質問をしていければと思うんですけど、はい、ゼロワン放送開始からもう数ヶ月経ちましたが、はい、現場雰囲気皆さんいかがですか？こんな感じ本当にこんな感じです。はい、それこそタイトルコールみたいな、うん、わちゃわちゃしてますね。ガチャガチャ、わちゃわちゃしてます。最初からすごいなんか皆さんの関係性とかどうですか？会った時からこの関係性とかですか？あ、でも、会った時は徐々にじゃないですか？徐々に、うん、なんか初めて4人だけのシーンがあって、それでなんかすごく仲良くなったなって感じしますけど、うん、そうです、ね、あの社長室の社長室のシーンでなんか急にね、うん、まあ結構そうですね、うん、ここがね結構もう最初からずっと一緒にやってたりしてたんで、うん、まあここはすごいあれでしたし、逆にこっちも逆に一緒にいたんで、最初から1話の一番最初から一緒にいたんであれだったんですけど、まあそれこそ井桁さんは割とその社長室で4人で一緒になった時に初めてちゃんと話したくらいなレベルだったんで、まあ、そこからですよね、うん、ですね、うん、確かに。女性陣はあんまり本編では共演ないですけど、実際なんかいかがですか？うん、一緒に遊びに行きました。テーマパークへ。テーマパーク行ってたよね、はい、行きました。行ったり、さっきも空き時間一緒にご飯ついてきてもらったりとかしてました。お互いのことを、まあ、結構皆さんもね、お互いのことを知ってると思うので、うん、ぜひちょっとお互いのことを教えていただきたいなと思うんですけど、キャストの素顔、面白いとこ、可愛いとこ、好きなとこ素顔、面白いとこ、可愛いとこ何でもない、どんな人ですよっていうのをぜひちょっと、はいはい、岡田さん、高橋さんってどんな方ですか？おー、なるほど。高橋さん、そういうことか、指定式、はい、わかりました。高橋さんはね、すごい高橋さんだけやめてもらっていいですか？まあ、ふみやくんはすごい、なんですかね、あの、おどけますね、ふざけることが多い。結構変顔とかをよくするし、あの役のモノマネとかよくその合間合間でこうはっちゃけますね、よく、うん、だから結構そういうふざけにツッコミを入れたりとかして、うん、なんかこうコミュニケーションが成り立っていることが多いです、うん、そういう感じ。アルトの延長戦ですね。そうですね、アルトの感じ。井桁さん、岡田さんってどんな？岡田さんは、関西弁がのギャップに最初はおっってなりました。まさかこうしっかりしてる感じだったので、うん、あの関西弁だとすごく本当にノリがよくってお話が面白くって場を、ま、和ませてくださるので、なんか最初の第一印象と全然違いました。すごい今ニヤニヤしてますけど。いや英語とばっかり言うなと思っていかがですか？いや、第一印象はじゃあどういう、結構ちょっと、すごい、あの早稲田って大学も一緒っていうのもあって、うん、あのすごくあのかっちりとした大人の男性みたいな感じのイメージを、うん、印象を抱いてたんですけど、うん、全然違いました。ああ全然違いました。すごく親しみやすくて、あの安心しました。そうね、うん、ちょっとクールでしたよね、多分最初ね。そうかな、うん、ちょっとクールだった気がします、うん、最初の最初ですけど、うん、すごいクールでしたね、うん、なんかここはさ、一緒のシーン、まあ、ここはもう結構あったし、ここもさ、最初のシーンで結構喋ってるねってスタッフに言われたじゃん、うんうんうん、あ、確かに言われた。そうそう、もうあの時から結構喋ったけど、なんかノアには結構ちょっと最初あれだったでしょ、うん、怖かったけど、もう今はもうすごいチャランポランみたいな、しっかりしろよ、そうだよ。そうですね、ひろえちゃんは本当にめちゃめちゃフレンドリーというか、なんかもう誰に対してもすごい明るく接してくれるので、本当に私が人見知りって多分なんか誰かに聞いたらしくて、それでなんかすごい話しかけてくれ、最初くれたので、本当になんか心なんか助かったというか、そういう面ですごい助けられたなって思いました。うん、顔よずっと。いやもうまあでも本当にお姉ちゃんみたいな感じで、なんか自分にお姉ちゃんができたみたいですごい嬉しいですし、なんか現場にひろえちゃんがいてくれると安心します。
ちょっともう、あれはまあお腹いっぱい大丈夫もうなんか、もうこっち見ないで恥ずかしいからって感じいや、嬉しいですね、うん、ありがとうございます最後、高橋さん、鶴島さんも、いやー、難しいなどんな人ってことですよね。なんだろう、一番一緒にいるのがやっぱ最初から、まあ、ずっと本当に毎日いるし、逆に最近なんかね、映画とかもありつつで共演っていうか、その同じシーンが割と なかったんですけど、やっぱすごい一番、なんだろう、お芝居の相談ももちろんできるし、話しやすいし、なんか空き時間にね、2人でご飯行ったりもすることがあるんですけど、その時もなんかすごい、同い年なんですけど、なんか同じ目線で喋れるから、結構本当にリラックスできる人だなって思ってます、僕は。なんか皆さんの話聞いてるから、なんかすごい友達とか共演者よりもかなり関係性が深いなと思ったんですけど、じゃあもし皆さんが家族だったら、それぞれどんなポジションになりますかね。ちなみにここには父、母、子供、ペットって書いてあるんですけど、え、あ、それを4人で割り振ってみましょうっていう。なるほど。え、難しい。父、母、子供、ペット。母、うん、母、絶対母、絶対母、絶対 母、それは母で妹でしょ。いや、妹いない。違う、え、父、母、子供、ペット。あ、子供、子供、え、違うんす。え、じゃあ違う、え、じゃあどっちかがペットだいや、でもじゃあペットだ。まあ俺ペットでもいいっすわ。なに、え、父だって大切にしてくれるでしょ、ペットだったら。使えなくない。父って言われると、ちょっとめちゃくちゃ父っていう、めちゃくちゃな父、あの、うん、兄って感じ。兄だ、兄のが、なんかだってめちゃくちゃな父になりそう。めちゃくちゃな父、うん、よりは兄、兄の方があるかもしれない。ペット、いや、どう、弟って感じすんねんな。弟で、うん、妹って感じ。他の皆さんから質問を募集させていただいておりました。まず、それぞれ役を演じるにあたって特に大事にしていることって何かありますか。アルト演じる上で意識していることは、まあ、結構いくつかあるんですけど、やっぱそのテンションの振り幅はすごい意識してますね。やっぱそのギャグをやってる時のアルトと滅亡人雷と、あの、なんていうんですか、向かい合ってるアルトの表情全然違うし、テンションも全然違うからこそ、そこの差をしっかり見せつけないと、なんかいつもふざけてるやつになっちゃうからとか、いつも怒ってるやつにもなりたくないっていうので、そこの差はすごいもう天と地ぐらい分けてますね。そこは意識して分けてます、はい。僕はそうですね、イサムの暴走気味なところをこうちゃんと出そうと思ってますね。やっぱイサムって結構突き進んでしまったりとか、あの、強すぎる怒りが込み上げてしまったりとかっていうキャラクターなんですけど、そういうところがやっぱり弱くなってしまうと、まあ、もう物語が展開しないっていうか、そこでこう視聴者の方も言うわみたいな気持ちにさせたいんですよね。ちょっと落ち着けとか、暴走しすぎだぞとか、あの、行き過ぎてる、暴走しちゃってる、どこまで行っちゃうのっていう、ちょっとハラハラさせるぐらいテンションを振り切るというか、やっぱりそういう見てても不安になっちゃうようなぐらい あの振り切り度合いっていうのは大事にしてますね。そうですね、私はやっぱり声をすごい大事にしてます。普段こう自分が喋ってる声とは、伊豆の時は声を変えてるので、特にまあ喉も大事にしたりだとか、こう大きい声出す時も伊豆の声で通せるようにしてます。私はあの最初は岩としてこう姿勢だったり声のトーンだったりっていうのを意識してたんですけど、最近はそのザイヤでのシーンが増えてきたので、そのザイヤの社長の前での岩とこうイサムの前での岩っていうのをこう切り替えられるように、ちょっと佇まいを変えてみたりとかっていうような意識をするようにして、その岩の二面性だったり、こういろんな面があるっていうところをこう見てもらえるように意識をしています。皆さんの今のお話でもいろんなこうシーンが多分見てる方出てきてると思うんですけど、うん、今までの放送で一番自分たちが印象に残ってるシーンってどんなシーンがありますか。思いついた方から。放送で、うん、一番最初に私浮かんだのは、あの2話でイサムを蹴るシーン。あー大好き、ね、は、あの、本当に爆破っていうのもちゃんとあの日が初めて経験した、うん、確かに確かに。あとは爆破とその
キックというか蹴りとその2人のアクションの受け身とがなんか全部がうまいこと合わないと OK にならないシーンですごい緊張しましたし、で結局なんか思い切り蹴りすぎちゃったみたいな、うん、そうサポーターここに入れてここ蹴ってないここ蹴ってないって言ったんですけど全然そう動いてちょっともう気合入りすぎちゃってリアルだね上がりすぎちゃってドカンでもまあ結果的にね、うん、結果的にいいシーンになりましたよ、あの、うん、だからもうあれが始まりでもあったのですごく印象に残ってます。そうです、僕はまあ2話ですかね、2話の最初にこじ開けるとこですかね、あそこでやっぱりイサムっていうキャラクターがどういうキャラクターなのかっていうのがやっぱり一番打ち出されたところでもあるし、主人公との対比っていうのをしっかり明確につけて、まあ、ゼロワンというものを入っていくに作品に入っていく視聴者の方々にイサムとアルトがこういうふうにいるんだよっていうのをしっかりバンって見せつけなきゃいけなかったところなんで、まあ、最初ですけど一番大事なところで、まあ、そこはやっぱり気合い入れましたね、うん、僕も2話の2話の守がハッキングされちゃって、うん、ジンと一緒に出てくるところで、なんだろう、その前にすごい守が人を守ったりとかしてるのを見つつ、そこに急にハッキングされた守が現れた時の、なんだろう、そのアルトの何も理解できてないところとか、まあ、そこから変身につながるんですけど、あそこのシーンがすっごい大変だったんですよ。僕一人だったんですけど、まあそこにいつもいて、まあ、近くにはいてくれたんですけど、すごいなんだろう、壁にぶつかったりでそのまま転がったりとかっていうのを何回も何回もやってて、でいざ映像で見てみたらすごいなんか自分が想像してた顔と全然違う顔をしてて、あ、なんかあの時の記憶ないなくらい、もうやりすぎてて、なんだろう、あの時のセリフどう言ったかも思い出せないぐらいを放送で見て、あ、こうやって言ってたっけ俺っていうので、そのシーンとしてはそのイサムのこじ開けるところから僕の変身とバルカンとゼロワンの変身の対比がすごいかっこいいなっていう、あの予告ですよね、でも1話の、うん、そうだね、1話の予告にもあったように、あの夢だ敵だっていうところはすげえ立ってるなって思って印象深いですね、うん、そうですね。でもやっぱアルトとの掛け合いのシーンがイズはすごく多いんですけど、6話の AIのギャグをアルトがやるところで、あそこで初めてなんかちゃんとこう一緒にアルトとなんかちょっと打ち解けてきた感を出しつつのアルトじゃないとっていうノイズがやった回でもあったので、あのシーンは結構イズが感情を出る、なんだろう、始まりみたいなシーンになったのですごい印象深いですね。今度は実際皆さんのちょっと撮影のエピソードみたいなことをお聞かせいただければなと思うんですけど、撮影でこれちょっとやっちゃったな、失敗しちゃったなみたいなエピソードって何かありますか？まあでも変身っていうのはやっぱ一番決めなきゃいけないところなんですけど、やっぱそこでやっぱりいろいろトラブルとかも起きますよね。ベルトが顔に当たっちゃったりそういうのありました。2話ね、そうそう、2話でこうベルトをバッて顔の近くにぶっ潰すってこうやって出すんですけど、その時にそのベルトがバーンって顔に当たってお前がぶっ潰されてるじゃないか。そうそうそう、でもそういうなんかもう見事なツッコミが入るようなミスってこの間もだってユアが僕が立ってて「総員行くぞ」みたいなシーンで横で何だっけ、暴走するな、なんか暴走するな、お前に倒れられたら面倒だからなって言ってこう柵を越えていくんですよユアが。それで僕がやったら、お前に倒れられたら面倒だからな、バターン柵につまずいて自分バターンってこけて、あれは面白かったですね。ね、面白かった。危なかった、危なかったけど、あれ面白かったな。しっかりこけたから。そうだった。いやでも本当にあれはびっくりしました。こういうのもあるんだと思って、すごくでも気をつけようって思いましたね。なんか周りの方もまさかこけるとは思わないから、そうそうそう、普通に見てたらカメラからいなくなったらしくて周り のスタッフさんが助けてくれました。私はヒューマンギアの発音がうまくいかなくて、すごい苦戦しましたね。ヒューマギア、ヒューマギアって言っちゃって、ヒューマギアっていうのがすごいハマっちゃって、ずっとなんかもう何回も何回も言えなくて、あの日結構やっちゃいましたね。やっちゃった、やっちゃった、うん、結構マギアはマギアなんです。そうなんですよ、ヒューマギア合わさるとヒューマギア、ヒューマギアになるのね。僕はまだ全然よくない、さすがに分かってるやん。
僕そうですね、結構多々あるんですけど、やっぱギャグシーンですかね。ギャグシーンをやるときに使う熱量がやっぱ半端じゃなくて、自分の中のエネルギーを使うのが半端じゃないんですけど、でもどうしても僕テストで手を抜けなくて、なんかそのリハーサルで声出してこないと本番で声出ないかもっていう心配があったりするから、リハーサルで出し切っちゃったりするんですよ、たまに声とかで。あの本番行くときに、あみたいな、もう本当にカメラ終わってからあってなることもあった時とかもあって、そういう時にあやばいこれやったなって思いましたね。リハーサルで全力出し切って本番できないっていう、うん、今回ファンの方々から皆さんにお願いをお願いしております。まずはこれですね、仮面ライダーといえばだと思うんですけど、お三方に、仮面ライダー役のお三方に変身を見せていただきたいですというお願いが来ているので、一人ずつ、一人ずつ、お一人ずつ、お一人ずつ、無音なんですけど。無音でやるんですか。いや無音なんですけど。じゃ あ, あその CG 誰かさ、誰か言ったらここいいよ、言ったら、いや私が言ったより、ね、だから俺がこうやったら、ああじゃあって言ってくれれば、いやいや無理ですよ、無茶ぶりがひどい、無理ですよ、無理、言えないじゃん、おっそ、おっそいっす、ドゥン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 、いやちょっと違うしな。シャキーン見てます見てくれてます本当です、超見てる、ドゥン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 シャキーンなんかなんとかスカイみたいな英語ですよね。あ、そう、インザスカイ、それ違う、それ違う、ジャンプインザスカイ、それあれだよ、それファルコンの時、え、違う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 、ジャンプインザスカイ、ジャンプインザスカイ、本人が一番お金がでかいので、任せてくださいよ。 OK OK、バレッドキリン仮面変身、どう言わせてくれないんかい早かったっすね、ここまで仮面いや、じゃあ急に仮面ライドル、仮面ライドル、仮面ライドル変身、ブロッバーブルルルブルブルブル、シューティングウルフォーハーお前ちょっとじゃあちょっと来ました、やってくれる、あ、やる、任せて、楽しみ楽しみ、行くよ、うん、どうぞ、ダッシュ、オーソライズ、変身、ラッシングチーターいいね素晴らしい、完璧、決まったんじゃない、ちょっと何ポーズしてみる、私大丈夫、大丈夫さあ、そして皆さんそれぞれ個人にもお願いが届いているんですが、ここからはお願いカードというものが皆さんに渡されるので、現時点で高橋さんお気に入りの社長ギャグを実践付きで教えてください。おー、難しいな。僕も このギャグは僕あのギャグ監修の方からいただいてたんですけど、結構台本もしっかり変えさせてもらって、あの自分で付けました。おお、もうふみやくんのギャグと言っても過言ではないね、もう私のギャグです、これは私のギャグです。緊張するな、なんか変に、はい、大丈夫、リハしなくて、モノマネしたもんな、俺もそれ、いきます、ぴょんぴょんからビャ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 ーへと帰ろう、はい、アルトジャーナイト、ここまでやってこそ、素晴らしい、やっぱ素晴らしい、素晴らしい、おーうわー最高、だるいだるい、最高、だるいだるい、最高、オリジナルの一発ギャグをやってほしいです、アルトじゃないと月でって、これいやパンパチパチパチちゃうねんって、しかもオリジナルっていうのがいい、ちょっと待ってくれ、ちょっと待ってくれ、よーい、きつっ、僕カチンコやります、カチンコなんでも大丈夫、なんか俺あれやな、崖の下崖の縁に立ってる気分、行きましょう、行きましょう、よし行くぞ、よーい、はい、はい、アルトじゃーん、ナイスおぉ1個 HP 減ったわ、お前何個あるんだよ、待って待って、うん、無理だ、ひらきさん、ひらきさん、これ一緒だからね、こわ、これで軽いやつ、ちょっとひらきたくない、行きましょう、行きます、せーの、
男子をキュンとさせる一言お願いします。困ったら高橋さん&岡田さんにリクエストしてもらっても OK です。あ、じゃあリクエストしてもらおうとしてるじゃないですか。してもらおうか。これはどういうことですか、ユアのままでやるってことですか。するしょ、せっかくだからね。難しくないそれ。いやいや、やっぱ管理権限とか持ってるタイプだからさ、あなたのハートの管理権限は私にある。あ、ちょっといいじゃないですか。いいよね。いい、よーい。あなたのハートの管理権限は私にある。ユアじゃないですか。ハートが、あいや、これキュンとくる。キュンときました。キュンとくる。イサムのハートの管理権限もね、もう渡そうかなと思ってよし。イズやもんな。うん、うん、もうできてますよ、多分。あ、もうできてる。いやいや、もうな、今、はい、待ってましたみたいな。いやいや、いけるちゃいますやん。うんうん、いやいや、違うんだよ、なんだろう。任せてみたいな。イズとして言われたいのは、イズとして俺、のはあなたのせいで私はシンギュラリティに達しました。あ、いい。シンギュラリティ達しました。確かにね、言いそう。でもちょっと、ね、ちょっと言いそうならリアルですね、うん、ちょっとリアルでしょ、うん、なんで俺こんななんか提案するおじさんやから。いやいや、そう。でもすごいアイディアル。そうよ、うん、それちょっと俺行こうか、うん、あなた、でもちょっとやりたいのがあるんですよ。やりたいの決めてるんですよ。あるやん。よい。社長秘書の伊豆と申します。突然のお願いで申し訳ないのですが、私の社長になっていただけませんか。終わり。なるよ社長に。すごいな、自らやりましたからね。多分出てきたね。恥ずかしい。待って穴があったら入りたいってこういうことですわ。よく言った。俺のね、無駄死にした提案よ。ただ言ってほしかっただけ。それは何かのイベントでやりましょう。おー、はい、皆さん交互期待ということで、はい、いよいよ仮面ライダー令和ザ・ファーストジェネーションが公開されますが、この映画の見どころについてぜひ教えていただきたいんですが、まずは、まあ、このね、ポスターの通りジオウのキャストの皆さんと共演されたと思うんですけど、いかがでしたか、共演は。私はジオウの方とは同じシーンはなくて。そうなんですよ、ね、なかったんですよ。だからちょっとショックというか、楽しみにしてた部分もあったので、すごく、うん、あ、そうなんだと思って残念だったんですけど、また出来上がったのを見るのが楽しみです。だから私はその一緒だったシーンが、文也君も一緒だったので、やっぱなんか、普段2人でやってる時とはまたちょっとジオウの方が入ってくることによって、なんか、なんだろう、大人の雰囲気というか、泣いたっていうのもあったんですけど、結構また全然違った雰囲気だったので、やっぱこれはもう劇場版ならではだなと思いました。僕はもうすごいすごい共演、しっかり共演させていただいて、やっぱこの仮面ライダーを1年やってる方々と、仮面ライダーをこれから1年間やる僕とこんなに違うんだなっていうのを現場で見て思って、これから1年間もっと頑張らなきゃいけないなっていう思いにさせていただきましたね。ご自身でも自分の以外のシーンでもいいんですけど、見どころを教えていただきたいんですけど、私は結構アクションのシーンが多いんですけど、倉庫でイサムと私とがこう1階と2階に分かれて、まあ、他のレジスタンスの方と一緒にアクションをするっていうのがあるんですけど、火薬の量もすごかったですし、その使ってる銃もすごく量が多かったですし、本当になんか私もそこのセットに入った瞬間すごいなって思うくらい作り込まれたセットで、すごくかっこいい映像になってること間違いないなって思うので、そこは特に注目して見ていただけたら嬉しいなと思います。私は2つあるんですけど、やっぱり本編では見られないような伊豆の感情がすごく出る感動のシーンもそうですし、やっぱラストシーン、アルトとのラストシーンはすごいなんか劇場版これね、締めくくるにはすごいぴったりのシーンになったんじゃないかなって思うので、私ももう見るの楽しみです。やっぱり今回アクションがすごくて、危ないアクションとかもやってます。でその規模もかなり大きくて、まあそれとアルトの関係性が描かれるっていう映画ではあるんですけど、まあそういうストーリーもあるんですけど、結構アクションの要素強いです。だから半分ぐらいアクション映画って言ってもいいんじゃないかというぐらい、アクションっていうのには結構こだわっていて、まあ、そこにやっぱり映画館で見る迫力っていうのが足されると、もうものすごいものになると思うんで、
ぜひ劇場で見てもらいたいですね。この映画の中ですごいアルトとしても高橋メアとしても本当に成長できた1ヶ月だなっていうのを本当に実感しているので、それが作品の中にももちろん出てると思いますし、やっぱテレビシリーズでは絶対見れないようなアルトが感情をあらわにするところだったりとか、それこそイズトのラストシーンみたいなすごいワーキャーしたところもあるし、いろんなアルトが見れるんじゃないかなっていうのを僕はすごい思うので、皆さんにいろんなアルトを感じていただいて、わーアルトいい子だなとか、なんかかっこいいなって思っていただけたら嬉しいです。仮面ライダー令和ザ・ファーストジェネレーション12月21日公開です。見てねー、バイバーイ。12年前ヒューマギアの反乱によって秘伝インテリジェンスが乗っ取られました。俺の知ってる歴史と違う。いよいよここも陥落する時か。変身さえできれば。変身！こんな歴史になったのはタイムジャッカーが過去のどこかに介入したはずだ。以降全ての始まりの日に。え？未来のアルト。なんで父さんが変身してるんだよ。ヒューマギアが笑える世界を作るためだ。戦わなければ人類は滅亡する。父さんを止める。僕の狙い通り来てくれたね。全てのライダーの力をもらうよ。人類に夢を見る未来は永遠に来ない。過ぎた過去は変えられないんだろ。社長！でも未来なら自分の力で変えられる。私の夢は秘伝の夢が我々の夢を。俺の夢を叶えてくれるか。人間とヒューマギアが一緒に笑える世界、その夢を叶えるために戦う。仮面ライダー令和ザ・ファーストジェネレーション。